景況感先行き温度差。日銀が昨日発表した6月の全国企業短期経済観測調査で、日銀短観と呼ばれるものですね、先行きの景況感めぐって製造業と非製造業の企業心理に温度差が目立ちました。製造業は消費税駆け込み後の需要減少への対策功を奏しました。外需回復の期待もあって改善に自信を持っていると。一方非製造業は人手不足が制約となり慎重な姿勢が根強いと日本経済新聞に出てますね。製造業増税後対策が功を奏し堅調、非製造業は人手不足が制約となり先行きの見方が慎重。三沢さんどうご覧になりますか？私ね、4月のその実質賃金とか、はい、消費の落ち込みっていうのはこれ予想してたんですよね。当たり前です、反動減があるから、5月がひどすぎです。ひどすぎ、はい、ひどすぎ、だから要はね、全然回復しなかったんですよ、5月の数字が。だから製造業は今在庫積み上がってる状況で、いや結構楽観的すぎないかなというのがちょっと心配ですね。記事にもいろいろ出てましてですね、はい、経済指標の改善はまだら模様だなんていうのね、まだら模様で改善と悪化というのが出てる、はい、新車販売台数とか有効求人倍率、失業率は、改善ですね、一方住宅着工戸数、家計の消費支出、これか、はい、これですね、これは4月が 4.6% 減、はい、これは前の年の同じ月を比べてますね。で5月が 8.0% ってこれ衝撃的な数字ですよ、これ。しかも4月がこれなら分かるけど、5月なんですよね。はい、そうですね。今申し上げた通り、4月は 4.6% 減、5月が 8.0%。 だからね、これ多分実質賃金の低下が絡んでるんじゃないかなと。その実質賃金ですが、4月が 3.4% 減、はい、5月が 3.6% 減。だからだんだん賃金が実際にはこう上がってないじゃないかと。で、貧乏になってるんじゃないかって判断して消費を減らしてんじゃないかなっていう。ちょっと危ないと思います、私、これ。そうですね。実質賃金が下がってる。ずっと下がってる。ずっと下がってます。で、下がり幅が4月は大きかったんですけど、その影響で5月の消費が減ったんじゃないかなっていう感じがしますけど。となったら今後これ、もうせっかく景気が上向きなのかななんてね。だからね、新車のね、販売台数改善したって、0.4% 増だから、ほとんど変わってないんですよ。0.4% ですもんね、これね、6月。有効求人倍率も確かに改善してますけど、正社員は 0.6% ぐらい。はい。だから、非正規雇用が引っ張ってます。で、失業率も、これも非正規雇用が引っ張ってるわけですよ。だからね、見せ方が良くないな、ところ。はい。まだら模様と言いつつですね。景気がじゃあこのままね、その成長軌道に戻っていくかというと、これどうなんでしょう？これね、前の97年の増税の時は、景気が一気に悪化したのは実は4月じゃなくて7月なんですよ。はあ。でも今回は5月から来てるから、でも理由わかるんですよ。97年の時は実質賃金が上がってる状況で消費税増税だったんだけど、今回下がってる状況で消費税増税しちゃったから、はい、ダブルパンチ受けてんじゃないかなっていう。私の補正予算組むべきだと思います、政府。補正予算、ね、もうこの時点で。はい。ところが国会閉じちゃったから、はい、どうするんだろうと。秋ですもんね、そうです、間に合わないですよ、もう。はあ。はい、で、だって、10% っていうのもあるでしょ。でもね、7月、9月がこのままだったら、ものすごい落ち込みになっちゃうから、はい、常識的に増税はできないですね、判断が。と、昨年も同じようなこと言ってたんで、今、ふっと思って、常識的に三橋さんもね、毎回常識的にこれはできない、できないって言ってても、こうなるって分かったから言ったんだけど、本当にやっちゃいますからね、本当に。そうですよね、不安ですね。はい、